僕今リア充になりたいと思ってました。リア充キャンペーンとか僕結構引っ込みリア充って何？あ、すいません、あ、まずですねリア、普段から、うん、オフの日でもなんか たくさん友達がいて遊んでたりとか、もうなんでしょうね、現実世界が充実している、もうリアルが充実しているってことをリア充と、巷で呼ぶそうなんで。え、そうなんや。あ、はい、なるほど。え、現実世界じゃなかったらどういうこと？ネット上でばっかりとか。ああ、そういうことか。ソーシャルネットワーキングサイトとかで、すごい友達がいるけども、うんうんうん、現実はいなかったりとか、そういう人はリア充と呼ばないらしいんですよ。なるほど、リア充一個お利口さんになった、これで。ありがとう。リア充と最近は結構呼ぶらしくてですね、うん、そうなりたいと今思ってるんですが、うん、僕本当ネット中毒でいつも家でネットばっかりしちゃってる人間なんですけども、ヤスさんは積極的に外出とかする方ですか？俺全然せえへんよ。あれ、しない。外に出てなんか飲み行ったりとか、なんかわかんないアウトドアしたりとかでしょ？そう、アウトドア。そうですね。俺全然せえへんよ。え、する人いてんのかな逆に。結構やっぱいますよ。なんかバンドの友達とかは。みんなで外で遊んでる？なんか結構飲みに行ったりとか、もう飲み仲間っていうものを作っていて、出来上がっていて。あー。そうそう。で、飲み行かへんの？僕ちょっともうこれから頑張ろうと思ってて、ちょっと遅れてしまったんですよね。行かないんですよ、あんまり。じゃあでも大事なのはやっぱり、はい、その飲みに行くことよりも、そこに行くことやと思うよ。飲むことよりも場所。そうそう、俺絶対飲まへんもん。俺もそんなに。そうなんだ。そう、飲まなあかん時はめちゃ飲むねんけど、飲まなあかん時ってのがそれがやっぱほら縦社会の。ああ、なるほど。そうやってなるほど、そういう時。でもほら、俺の場合はなんかおかげさまで先輩に恵まれてるから、そんなこうなんていうの、こう痛い感じはないかもしれへんねんけど。そうなんですよ。僕も数少ない先輩から聞くんです、うん、聞くんですけど、縦社会のことを、うん、やっぱヤスさんが、今の僕の年齢の時とかよりもだいぶ緩くなっているらしいんですよ。ああ、そうね。若い世代は。なのであんまりちょっとぬるーく来ちゃったんですよ。じゃあ今度こうあちく行こうよ、じゃあ。厳しいもの。嘘、じゃあ今度誘うわ、じゃあ。あ、マジで。なんかすごい、誘われても行かへんタイプな。そういうわけちゃう。いや、僕、先輩からの誘いは、ライブ以外はもう全部受けるんですよ。ライブ以外は？ライブがあったら、すいません。ライブの日は行かないってことね。ライブの日は、さすがに行かないんですけども、やっぱ、先輩の言うことは絶対だっていうのはあるんで。あ、嘘。だから先輩にこの酒飲めって言われたら全部飲むんですよ。あ、本当に、はい、でも、はい、俺のマブダチの D5 ってやつは、あ、ダイゴなんだけどね、はい、あいつはツアー中でこの間仙台にいたけど京都まで来たからね、はい、あ、それが縦社会というもの。それが縦社会だから。あ、そういえばさっきダイゴから電話かかってきて、キリショーが俺のあげた手袋をつけてるはずだからって言ってたよ。そういえばもちろんつけて。これで大悟聞いてると思うけどね、大悟完全つけてない。今ちょっと素手で臨ませていただいております。今はね、はい、もちろんいつもは本当にいつもつけてる。いつもは起きたらすぐにつける。本当？あ、嘘ついた今。いただきましていただいたんですが、ライブの時に、ライブの時に装着させていただいてるんですよ。そう、はい、お前ほんといいやつだな。ほんと汗がすごい今出てますけど。で、いや、大悟がそうやって言ってたから、この間来たんでしょ。あ、いらっしゃっていただきました。そうそう、ほんで言ってたからね。あ、ありがとうございます。そんな、いやつけてると思うんで、そこを突っ込んであげてくださいねって言ってたから。分かったっつって。そこが甘かった。あ、なるほど、ちょっと一つ勉強になりました。いや、大丈夫。いや、別にいじめてるんちゃうからな、これ。いや、大丈夫です、はい、もう本当にありがとうございます。